はすみ監督よろしくお願いいたします監督ご登壇の時もちょっと土曜めきが起きてましたけれどもご挨拶をお願いします監督のはすみ一郎です、えー、よろしくお願いしますありがとうございますはい、まさにあの今ね、2年生の皆さんにご覧いただいた体探しなんですけれども、はい、監督の前で改めて伺いましょうか体探しいかがでしたかありがとうございます いやなんかね、午前中から学校でホラー映画をこう見せるなんていうな,んかなかなかすごい学校だなと <laughs> 感謝しております、はい、なかなかない体験だったと思いますが本作の、ね、主人公たちと同年代の方々に、まあ、体探しをご覧いただいたということで、はい、そのあたりは監督いかかがですかいや本当に皆さんの年代の人たちが友達を誘ってこうまた あの見に行こうみたいな感じで楽しめる映画にしたいなと思っていたのであのそういう意味では本当に皆さんがこう楽しんでもらえたかどうかというのが青春もありアクションもありというてんこ盛りな本作ですけれども、はい、ちょっといくつか。 あの質問させていただきたいと思うんですけれども本作も実際の学校を借り切っての撮影だった、はい、ということですよね、はい、あの学生の方とは何かその場で交流はあったんですかそうですね、あのー、実際撮影したのは9月だったんですけど、あのーまあ、通常、映画の撮影ってやっぱり学校こう使ってない学校とか使って撮影するんですけど、あのー、そこはあの北九州の実際に皆さんがこう授業をしているような。 学校の校舎がたまたまこう2つあって旧校舎新校舎ってあったんであのそこをお借りして平日に皆さんが授業してる間とかにも撮影させていただいたのでそういう意味では最初のうちはこうなんか学校側は少しまだ映画の撮影でやってるっていうのを生徒たちに知らせたくないなって話だったんですけど、まあ、絶対バレますよって話をしてて、まあ、でもあの最初一応そういう形をとってたんですけどまあやっぱりすぐねあの 分かってくると思うんで、まああのある時期からあの皆さんの,の学校協力してもらっている学校の生徒さん集めて、あのちょっとキャストとあの僕とでこうみんなで挨拶させていただいてみたいな感じがありました。その時はすごく盛り上がってましたね。そうでしょうね。うん、生徒の方々もびっくりしてたんじゃないですか。そうですね。まああのまあもちろんね皆さんあの撮影してるっていうのはもう知ってたとは思うんですけど、まあそういうふうにできてすごい。 よかったですね協力のもと、ね、本作が完成したんですが、まあ、今作見ていただいた通り同年代のキャストの皆さんが集まっていると思うんですけれども撮影現場の雰囲気ってどんな感じでしたか、あのーまあ、とにかくこう映画を見た人があ,あの6人にまた会いたいなって思ってほしいっていうそういう6人の友情を描きたかったので、あのー、キャストにはとにかくこの撮影中楽しんで、あのー、仲良くなってこう楽しい。 でもらって、それが、こう、スクリーンで、あの、こう、みんな見てる方に受け取ってもらえるように、とにかく楽しんで撮影してね、短縮してたので、まあ、そういう意味では、あの、合宿みたいに、あの、1ヶ月だったんですけど、ギュッとみんな泊まって撮影したし、まあ、ね、コロナのね、あれもあったんで、あの、もう本当に泊まってるホテルと撮影の現場の往復だけで、だったんで、もうほとんどずっと一緒にいる感じだったんで、あの、そういう意味ではすごい、仲のいい雰囲気でしたね。 本当に6人、皆さん中それぞれいいですよね。そうですね。はい、ねありがとうございます。そしてあのまあ、今日ね。せっかく監督にご登壇いただいてるので、監督はもう高校生、皆さんと同じぐらいの時って監督になりたいなって思われてたんですか？はい、思ってましたね。僕はあの映画監督になりたいなと思ったのは中学生の時でした。うん、はい。なるほど。そこからまあどういうきっかけで映画監督に今なられたんですか？ あのまあ、映画監督になるためにはどうしたらいいんだろうなというのを調べてもなかなかわからない、あの映画会社というのがあるんですけど、そこ別に、ね、あの監督が所属しているわけでもないし、まあ、実際にはいろんなやり方があると思うんですけど、まあ、僕の場合はあの助監督をこうやっていってっていう感じでしたね、はい、一番最初、その映画を撮る、映画監督になりたいと思われたのって、どういうきっかけだったのですか 最初は、あの、子供の頃、小説家になりたかったんですよね。あの、小説っても、あの、冒険小説みたいな、あの、なんていうか、まあ、とにかく、ワクワクハラハラするみたいなものを自分が体験したのを、こういうのを体験、こう、作りたいなっていう。まあ、当時はエンターテイメントっていう言葉はまだ知らなかったんで、まあ、今で思うとエンターテイメントをやりたいっていうことだったと思うんですけど、まあ、そういう意味では、その、それを、こう、小学生の頃って、そういう図書室で借りてこれる本とかの中で、こう、それを、 あの読んだりするのが楽しかったので、まあ、そういうのを作りたいと思って小説家になりたいなと思ってたんですけど中学生の時に「あの第三の男」っていう映画を見てでそこには映像もあるし、まあ、ストーリーはもちろんですけど音楽とか映像とかライティングだったり、えー、ですか俳優の芝居だったり、まあ、そういうものがいっぱい詰め込まれてあこれが自分がやりたいんだなと思ってそこから映画監督になりたいと思ったんですね。 手を上げづらいかもしれませんが、広く、まあ、映画に関わる仕事とか、そういうエンタメ業界行きたいなって思っている方、ぼんやりでもいいんですけど、いますあ、ちょっとね、こういうところでね、<あ>なかなか、はい、そう、まだね、こう手を挙げたりはしづらいかもしれませんが、監督、いろいろとありがとうございます。ちょっとこの後もね、いろいろ伺っていきたいとは思うんですけれども、監督、あの、今日は学生の皆さんにプレゼントがあると伺ってますか。はい、そうなんですよ、はい。はい。なので、ぜひちょっと、 もうあのスタッフの方にちょっと準備してもらえればと思いますが、はい。お願いいたします。 <広>い <laughs> さあ、絶叫が止みませんが、改めまして橋本環奈さん、山本舞香さん、横田真由さんにお越しいただきました。<laughs> いやちょっとこのざわざわは、ね、なかなか収まらないんですけれども。 すごいですね <laughs> あもう皆さんね本当にこの絶叫が収まらないんですが改めてドッキリ登場していただいた皆さんにご挨拶をいただきたいと思いますまずはじめに森崎あすか役橋本環奈さんですお願いします はい、み、え、な、ー、さん、えー、こんにちは、橋本環奈です <laughs> <laughs> あの、こんなにキャーキャー言われると思ってなくてですね多少あるとは思ってたんですけど本当に、あのー、嬉しいです <laughs> あのー、皆さん、映画楽しかったですかあ,ありがとうございますはい、あのー、なんかこう 嬉しいですね、やっぱり。ちょっと照れてます、私。はい。<laughs> よろしくお願いします。かわいいという声も上がってますが、橋本さんよろしくお願いします。そして、ヒラギルミコ役、山本舞香さんです。<laughs> よかった、声援あって。ないかと思った。嬉しい。山本舞香です。えー、っと、 いやー、皆さんの顔を見て、こうやってお話できて、すごく嬉しいです。貴重な時間になると思いますので、楽しんでいってください。よろしくお願いします。<laughs> さあ、そして、ナルトリエ役、横田真由さんですあ。あー、すいません。私まで黄色い線をいただいてしまって、えー、横田真由です。えー <laughs> こういうドッキリ登壇初めてなのですごく皆さんと一緒に初めてを経験できてすごく <laughs> <laughs> 嬉しいです今日は最後まで楽しんでいてくださいよろしくお願いします引き続き蓮見監督にもよろしくお願いいたしますはいあのもう歓声が起きるとなぜかあのお三方笑ってしまうというね面白い状況になってますけれども、はい、橋本さん はい、登壇いやどんどれぐらい生徒の皆さんがいるのかとかあの本当に全く分からない状況でずっと3人で裏で喋っててなんかバレてるのかもしれないなみたいなとこあったよね。 なんか黒幕みたいなの貼っててこそこそ来たんですけどバレてるんじゃないかなって思ってたのでこんなに本当にちゃんと驚いてもらえるとは思わてなかったです、うん、全然知らなかったよっていう人ああいやそうだよねいやそうだね <laughs> えー、皆さんはおいくつなんですかこ ?17 歳,あ17歳1 6十六歳十七歳まだ誕生日が来てないんだね まだ誕生日が来てないんだね。うん、高校2年生のね、皆さんですけれども。ね、高校2年生かは。はい。ここから伺っていきたいと思いますので、すみません。フラッシュを使用しての撮影、ここからご遠慮いただきたいと思います。ねでも学校というと、まあ撮影ぶりの、まあ高校生役でしたのでね、撮影ぶりの学校かなと思うんですが、久しぶりの学校、橋本さんいかがですかそうですね。久しぶりの学校。 綺麗だよね。綺麗だよね。ずっと言ってて、ここの学校めっちゃ綺麗じゃないですか。ね。わかんない。ノリがまずい。わかんないわかんない。ノリが。わかんないわかんない。綺麗だよね。うわーじゃない謎の盛り上がりが。ここ、え、ここで見てたのあ、スクリーンで。えー。綺麗だね。視聴覚室って書いてあったもんね。 なんか普通になんかどういう場所でやるんだろうってマジで本当に何も聞かされてなかったから <laughs> はいね皆さんあの演じられた役柄と同世代の皆さん目の前にしてえ皆さんこれ授業中なんですかえー、授業で映画見ろ最高な授業じゃん <laughs> <laughs> 映画見れるってねえねえ <laughs> ねえ,ねえ <laughs> <laughs> 大丈夫大丈夫寝てなかったみんな寝てなかったちゃんと見てた大丈夫大丈夫見ました 山本さんはどうですか今、皆さん目の前にして。あー、なんか学生の時に映画見る授業って最高だなって、<laughs> 確かに。思いますねいや。なんか、しかも、こうやってちゃんとリアクション返してくれるので <laughs> すっごいありがたいですね。うーん。 ノリがいい、えー。横田さんは現役高校生目の前にしていかがですかいや久しぶりに現役高校生とこうやってコミュニケーション取ったなと思って、はい。<laughs> 楽しい <laughs> 楽しい <laughs> 楽しいですね <laughs>。<laughs> <laughs> <laughs> 今ね皆さん見ていただいてこのリアクションですけれども、まあ、見ていただいた通りホラーもあり青春もありアクションもありという作品になってますがキャストの皆さんに伺いたいのは例えばホラーが苦手なクラスメートがいたとして何と言ってこう誘ってあげたらいいかその誘い文句をちょっと橋本さんから順番に教えていただいてもいいですか<え> <laughs> 誘い文句待って、全然キャーっていうとこじゃないの、ね、よ、まだ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。確かに、あの、なんでもキャーだからね。うん、うん、いや、ええー、どうだろうなぁ。ホラーの苦手度合いにもよると思うんですよ。でもなんかこう、その、明日からこう、毎日生活するのが怖いっていう感じじゃないじゃないですか、体探しって。うん、なんかこう、怖すぎて笑えちゃうぐらいのレベルだと思うんですよ、ちょっと。うん なんかこう、うさっぱりしてる感じどうやって誘うどうやって誘うって難しいない体探しっていうだけじゃなくてだけじゃなくてホラーを誘うあ、ホラー映画のホラー作品を誘うとしたら<う>え誘い文句ちょっと待ってこんなに期待されると何も出さない <laughs> ダメだ、何も出てこないわ山本さんはどうですか えー、体探し誘うとき。お願いお願い見に行こう一緒に見に行こう一緒にお願いお願い <laughs> めっちゃ見たいから <laughs> 頼む頼む頼むって言います。なるほどね。はい、あ、ほら、そっか。マイカは苦手だから、一緒に見に行ってって。行きたいの、一緒に。ああ、なるほどね。今みんな行くってなってましたけどね。うん、完全にそのテンションでしたけどね。横田さんはどうですか体探し誘うとき。あ <laughs> 私は、うーん、あ。 カンナさんとマイカさん、可愛い,いから見に行こうって言います。<laughs> <laughs> えそっちの楽しみもあるん、ね、で、はい。橋本さん、これは OK ですか、誘い文句として。うわい。はい。皆さんがあの <laughs> いいと言ってる感じなので、<laughs> 空気的に。 ぜひ今の誘い文句使っていただいてね、まだ見てない方誘って、もう一度公開したら見に行っていただきたいなと思いますが。さあ、ここからですね、生徒の皆さんにあの、イベントの前にアンケートを書いていただきましたよね。その質問にキャストの皆さんお答えいただこうかなと思うんですけれども、多分ね、皆さんそのつもりで書いてなかったんで、今、このざわめきだと思うんですが、えー、番号をお読みするので、いいですか いいですかちょっと聞いてくださいね。<laughs> 番号をお読みするので、その場所に座ったまま手を挙げていただいてスタッフがマイク持っていきます。はい。<laughs> では、お呼びしますね。アイレツの6番の方。あ、手が上がってます。そのまま上げたままでお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっと、お名前と、 あと映画の感想を皆さんに伝えていただいていいですか？質問は後で私が読みます。すごいマイクだな。と<う>座ったままで大丈夫ですよ。可愛 <laughs> い,い。お、二年五組中村俊介です。映画の感。もう二<れ>年五組中村俊介。マジ聞こえない。 なんて感想をどうぞえっと、最初ただのホラー映画だと思ってたんですけど、うん、途中曲が入ったりキスシーンがあったり青春感じたりすごい最後まで飽きさせない映画で楽しかったですあ,ありがとうございますいいありがとうございます中村さんから質問でですねもしまた高校生になれるならどんな高校生活を送りたいですかとてましたちゃんとした質問書くじゃん <laughs> <laughs> もしまた高校生に戻るなら、どんな高校生活を送りたいええー、どんな高校生活でも、ええー、でもなんかこう、すごい楽しかったので、私は同じ高校生活でもいいかなと思うんですけど、まあ、高校の時も仕事してて、福岡で学校に通ってて、東京でその仕事してみたいに行ったり来たりだったので、修学旅行とかその文化祭とか、 体育祭みたいなのに出たことがないので、ま,あ、また、そう高校生活を送るとしたら、そういう行事に出たいなと思います。ありがとうございます。<laughs> <laughs> 山本さんはどうですか <laughs> ええー、いや、私も体育祭とか文化祭行きたいです。なんか、出席取りに10分しか行ったことなかったの、ね、で、高校 <laughs>、えー、そうそうそう。あと、取れるのそれでそそ。取れたよね。一応,一応ね、で 卒業したかったなーっていうところはあります。2年までしか行ってなかったんで。そうなんだ。そうそうそう。お仕事がお忙しくて。うーん、そうですね。そのなんか、うーん、やめてもらてそうですね。横田さんにも伺いましょうか。私は、電車通学だったので、なんか自転車で行きたかったなって思う。だそれ でも高校はすごいそ,のそれこそ私は行事出れてたタイプだったので東京の学校ではいだから自転車通学みんなでしたい <laughs> でも結構長いときついじゃん自転車ってどれぐらいの距離が理想5分です短<っ>いやいや歩け短<っ>歩けそれはっびっくりした5分って5分ってこの学校は自転車 OK なんですよね自転車の人 あ、あ<ー>ええー、結構いるんだ、ね、羨ましいじゃあ自転車で5分通学の人ああままあいるね歩け <laughs> まあまあいるね歩け <laughs>、まあはい、歩け皆さんありがとうございます中村さんありがとうございましたはいありがとうございますさあ次呼びますよエフレツの13番の方手を挙げてくださいエフレツ13番はーい 今、マイクお持ちしますね。そのまま、座ったままで大丈夫です。お名前と映画のご感想をお願いします。ちょっとマイクが入ってないかもしれないですね。<laughs> 重藤いまるいです。えっと、映画、あの、私、ホラー映画めちゃくちゃ苦手で、全然あんま見れてなかったんですけど。 <laughs> あの青春とかのシーンがめちゃくちゃキュンキュンウキウキしてとても見てて楽しかったです。ありがとうございます。ます重藤さんからはこんな質問が届いているんですが、実際に赤い人がいたら映画のように行動することができますか。<ー>地元さんどうでしょう。<ー>新しい質問じゃないですかこれ。なるほどね。うんどう。だから実際に同じ日を繰り返して。 赤い人が来てっていうことですもんね。怖っ。<laughs> 怖いよ。怖いよね。でもうちらさ、もう経験してるじゃん。一回。あ、経験してるから、ね。経験してるから。から、それはね、戦える戦えるかな <laughs> そうね。うん。でもまあ確かに、明日がこう来ない。 その毎日繰り返すことじゃないですか。だから、結局そうなるためにはもう戦うしかないってなって、うん、今回も戦ってるじゃないですか。か私ははい、戦う気がします。かっこいい誰が一番冷静に、 一番早く冷静になって戦うっていうふうに向かい。カンナじゃないでも。ま、ここかここだよね。ここだよね。あの、ずっと多分泣いてるんで。<laughs> 多分ずっと泣いてる。と思う。ああ、やだー、フリーって横田さんは、行動、こんなふうには行動できない、うん。できないですね。でも、この6人だったら、頑張るかもしれないです。<laughs> <ー> <laughs> 嬉しいの。削られながら、はい。嬉しいの。 山本さんはもう戦う。戦います。そ <laughs> の行動をする。<laughs> だって終わらないんでしょそ,そうだな。<laughs> うん。戦うよね。<laughs> うん <laughs>。<laughs> はい。重藤さん、ありがとうございました。<laughs> 面白い角度のね、質問でした。<laughs> さあ、次、お呼びしたいと思います。F 列の2番の方かな。あ、いらっしゃった。手を挙げたままお待ちくださいね。<laughs> 座ったままで、ぜひ映画の感想、あとお名前もお願いします。 おつど四つばです。四つばさん。はい。へえ。四つばちゃん。可愛、はい。あの怖かったんですけど、可愛くてかっこよかったです。<laughs> <laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。えー、おつとさんからはこんな質問いただいてまして、撮影をしていて自分たちが怖くなることはないんですか家で一人とか大丈夫でしたかホラーはみんな得意なんですかと質問してました。<laughs> 止まんないよ、これ話し始めたら。<laughs> ほんと、この質問めちゃくちゃいいですね。<laughs> 怖くない。北九州泊まり込みだったんですけど、うん、毎日、あの、一緒にお風呂入って、うん、そう、大浴場みたいな。あの、ねほ テレにいいてるみたいなもう寝る前まで毎日一緒にいたので <laughs>、うん、怖いとかなかったし撮影のカメラ回る直前までうん、ちら笑ってたんですよ。<laughs> で<う>急に用意したあとでギャーってしてたからね。 でもなんか覚えてるのは、その学校二つ撮影で使ってて、普通にその通常使われてる学校でお借りしてる学校と、廃校のすごい本当山奥のもうボロッボロ、もうなんか天井とかもバリバリバリって崩れてるみたいな。で、電気も通ってないみたいなところで、そのトイレが、 わざわざ外に出て、暗い中ね。なんかこう、隣の建物に行くみたいなの,の、下のとこだったよね。で、トイレ行くのに、もう夜真っ暗だから、二人が怖いって言って、ついてきてくれって言って、私何回もトイレ行き来してたの。<laughs> <laughs> え、さっき行ったんだけど、みたいな。<laughs> いや、そう。二人が行くごとに毎回付き添いで、トイレ行ってました。はい。だから二人は結構ホラー苦手なんだと思います。うん。江本さん、横田さんは。怖いかったら、マイカさん一緒に寝てくれてたんだ。 そうそうそう。<laughs> <laughs> なんか、同じとこに寝てたもんね。<laughs> そうだね。なんか、うん、本当に怖がりと寂しがり屋さんなんで。<laughs> しかもさ、マジで止まんないね。マジでねあの、<laughs> うん、ホテルのね、部屋がまあそれぞれ一つずつあるじゃん。なんか、眉の部屋だっけ謎になんか天井にプラネタリウムみたいに <laughs>、<laughs> なんか星座が書かれてあるみたいな。 真っ暗にならないんだよね。真っ暗に光ってすると光るんです。星が。そう。ね。それがなんかずっと見てると病むっていう。はい。避難しました。ずっとマイカの部屋で寝てたよね。はい。寝てた。そうですか。そう。あれ結構ちょっと辛かったと思います。光る部屋。違う意味で辛かった。怖かったです。そうね。四葉さん、ありがとうございます。はい。質問いただきました。 ちょっと次がね、最後になっちゃうと思うんですが、<laughs> E 列の12番の方。あ、手上がりましたね。今、スタッフがマイク持っていきますね。お名前と映画のご感想までお願いします。松本ゆいです。えっと <laughs> え、初めてホラー映画見たんですけど、あの、もうこんなに夜が来て欲しくないと思うことはないくらいに、すごい怖かったです。<laughs> でもあの音楽とか臨場感がすごい伝わってきてあの演劇部なんですけど音響やっててあの自分の力にしたいなって思いましたい嬉しい <laughs> 素晴らしい,い,い素晴らしい<敵>初ホラーだったってね <laughs> 質問はですね 映画102分間ハラハラドキドキしました。最近ハラハラドキドキしたことを教えてくださいといただいてます。なるほど。私今日、<お>夢で、<お>宇宙に行く夢見て、<ー> <laughs> ドキド<だ>キ。<laughs> 怖かったです。真っ暗です。<laughs> 怖かったですか,かっ真っ暗で。一人でこう泳いで、うん、何かにこうタッチして帰ってくるっていう。<laughs> トライアスロンで何。何そのなんか小学生の遊びみたいな <laughs>、うん。え、それはなんで宇宙って分かったのもう、あの、あのな、よくテレビとかで見る真っ暗で、なんか、浮いてるんです、自分も。<laughs> 地球がそこにあって。はい、あ地球をね。はい。え、どうだった地球。地球、うん、丸かったです。<laughs> あ、青かった、青かった。青かな青かった、青かった。青かっただと思う。<laughs> <laughs> 山本さんは最近ハラハラドキドキしたことありますかえ、ちょっと待って、考えてなかった。ハラハラドキドキ <laughs> ハラハラドキドキえー、ちょっとさ、言っていや。<laughs> でもさ、私もないんですよ。なんかこう。 もうなんか、あんまりびっくりとかもしないタイプで、ですよね、本当に怖がることとかもないんですよ。うん、だ多分無敵だと思われてて、<laughs> 私も自分の中で、うわ、びっくり、まあ、びっくりしたわるか。なんかドキドキするとか、ハラハラするとか、感情がないんですかね。<laughs> 大丈夫かな。こう、なんか、ある程度予想できちゃってて、日々。 うん何悩み相談してるね。しっかりしすぎてね。しっかりしすぎて。あんまりこう、そう、イレギュラーなことが言できないので。びっくり。そう。柔対応できちゃうから。対応できちゃうから。この間、なんか体。あったんですね。重たくて。見つかましたけど。思い出した思い出した。はいはい。カンナ見てたら思い出した。私ね。体重たくて、その、言ってたね。あの、見てもらったんですよ。なんかついてるんじゃないかと思って。そしたらカンナがついてて。 あの舞香ちゃんを見るといつも「カンナちゃんがいるんだよね」ってえそんなびっくりする <laughs> えだからいつも連絡取ってたりとかもうしてて思い相思相愛だから、うん、常に私の後ろにカンナが守護神としているっていう <laughs>、まあ、なんかその悪いものもいたけど <laughs> でもカンナもいるみたいな <laughs> その後ろにいたね。<laughs> そうそうそう。その後ろにカンナもいて。いや順番待ちしてるんだったらハぎ出せるよね。<laughs> <laughs> その悪いやつ。<laughs> そうなんですよ。えー、ハラハラドキドキっていうよりももう、まあ、嬉しかったですけどね。<laughs> 常に自分の後ろに橋本カンナいるんですよ。えー、うん。いやいいな。<laughs> うん。ね。しかも無敵の。<laughs> もしかして見てもらったらついてるかもよ。つかもよ。見てもらいたいな。<laughs> いてほしい二人。みんなの後ろに <laughs> こうやってついてる。<laughs> 守ってくれてる。<laughs> そんな羨ましいことあるかってね、今悲鳴でしたね、<laughs> <ん>皆さんね。ありがとうございます。たくさんの質問もいただいて、本当に皆さん、ね、しっかり映画見ていただいて、質問も書いていただきました。ありがとうございました。というところでちょっとお時間が迫ってますので、えー、はい。最後に皆さんから、キャストの皆さんからメッセージをいただきたいと思います。横田さんからよろしいですかいやー。 すごい、あっという間で、あのー、皆さんにお会いできて、こう、お話できて、すごく楽しかったなと思いますし、あのー、映画、本当に怖かったと思うんですけど、友達と見る楽しさとか、体験できたと思うので、もし、上映されたら、もう一回見に行ってほしいなと思いますし、SNS とかでこう、つぶやいていただいたら、チェックしますので、ぜひ <laughs>、お願いします。<laughs> 今日はありがとうございました。 横田さん、ありがとうございます。続いて山本さんお願いしますえっと、体探しは、ホラーで怖いんだけど、も、ま、う、あ、テンポも良くって、そのリズ,リズムもすごくね、良くって、まあかっこいい作品というか、ホラーの中でもあまりなかなかないという、うん、作品になってるんじゃないかなと思います。本当に監督も初め衣装合わせの時におっしゃっていた、日本の映画っていうよりも、 えっと、アメリカンホラーにしたいっていうふうにおっしゃっていて、完成を見て、本当に蓮見監督はすごいなというふうに、えっと、実感した作品でもあって、私の中でも本当に大切な作品になりました、あえて6人で本当に楽しく、ね、撮影、毎日して、宝物のような作品になったので、皆さんも公開したら、たくさんの人に面白いよっていうふうに伝えてもらえたら嬉しいなと思います。えー、今日はありがとうございました 山本さんありがとうございます。最後に橋本さんお願いします。はい。えー、もう本当に短い時間だったんですけど、皆さんが本当に話すごとに、すごい素直に反応してくださって、めちゃくちゃ楽しかったです。あのー、先ほど皆さんからの質問で聞いてても、やっぱりホラーが苦手な人って、今までホラー作品を見たことがないとか、っていう方がすごい、 たくさんいらっしゃると思うんですよ。私の周りもそうなんですけど。もうちょっと苦手だから、もう予告とかも怖くて見れないみたいな。その絶対映画館で見れないって結構ね、おっしゃってる人多くて。でもなんか、それでまあこう死ぬまでも絶対一回も見ないみたいな人ももちろんいると思うんですけど、なんか、本当に確かに怖いけど、でもすごい面白い青春的な部分もあったりだとか、あと、あれだけすごい今、アドさんの 劇中歌とかすごい疾走感あって、映画の中でなんか三人小回りみたいな形で戦ってる時になってるのってすごい新しいなと思ったんですよ。なんかこうミュージックビデオを見ている感覚というか、で、すごいそういう映像美というかかっこよさとか音楽と相まって疾走感もあるし、で、なんか爽やかな、うわ、青春だなって思えるような、なんか海で走ったりとか、まあ、みんなあれ、 男三人組はアドリブで海に突っ込んでてたんですけど、はい。マイカさんの指示で。<laughs> <laughs> はい。マイク外した方がいいんじゃないとか言って, <laughs> 言って。マイク外して、ちょっと、ゴードン浮上してよ、みたいな。<laughs> そうそうそうそ。う <laughs> <laughs> ね、マイク一応外しとこうかとか言って結局本番になってバーってみんなで押して飛び込んだりとかしてたんですけどだからまあこの3人の雰囲気を見ても分かるようにあの6人で結構ずっと一緒にいて楽しい雰囲気とか本当にスクリーンに映し出されてると思いますしまみんなは特に高校生なのでうわ青春だないいな憧れだなとかって思ってもらえたらいいなと思います。もちろんんやインスタととかかたくさん TikTok とか、まあ 本当にみんな SNS やってると思うので、たくさん広めていただけたらなと思いますし、まあ、あの、本当にホラーが苦手でも楽しめる作品だと思うので、皆さん友達や家族を誘って見に行っていただけたらなと思います。本当にまあ短い時間だったんですけど、楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。